ゲルラは、ルーマニアのトランシルバニア地方、クルジュ県にある都市。ハンガリー5名はサモシュイバール、またはエルメーニバーロシュ。アルメニア5名は、ハヤカガクドイツ5名はノイシュロス、またはアルメニエルシュタットである。クルジュイコールナッポカから 45km、ソメシュルミク川に面し、人口は24,083人である。ゲルラの域内には、バイザ、シリバシュ、ハッシュダーテの3つの村がある。 1291年にガーラが村として初めて歴史上に登場した。アルメニア語では、早科学と中世ラテン語やギリシャ語では、アルメノーポリスとドイツ語では、アルメニエルシュタットとそれぞれ呼ばれた。オーストリア・ハンガリー帝国地下では、ソメシュ側の新しい町という意味のサモ州イバールが正式名になり、ソルノクドボカ県に属した。 1940年から1944年にもハンガリー王国の一部となった。現在の市街は18世紀初頭にアルメニア人によって建設された。彼らは1650年以後にクリミアやモルダビアからトランシルバニアに移り住んできたキリキアアルメニア王国のディアスポーラの子息であった。アルメニアカトリック教会のオセンウス・バルザレスク、司教の2年間にわたる運動の後、 彼らアルメニア人はアルメニア教会からアルメニアカトリックに改修した。ローマカトリックのアルメニア系ゲルラ大理司教区やギリシャカトリックのクルジュイコールゲルラ教区に今日構えたアルバルリア及びファガラシュブラジ大司教の属司教の中心都市で中心街には三位一体アルメニア系大聖堂が立つ。中心的なアルメニアカトリックの教会は1792年に 建てられた。ギリシャカトリック教区は1853年11月26日の教皇直書により新設され、初代司教にはヨアン・アレク氏がついた。この地に建てられたハプスブルク君主国の要塞は1785年に監獄となり、共産体制下では政治犯が収容された。今日でも国内有数の厳重なセキュリティを誇るルーマニア第二の刑務所である。 ニクラ村のニクラ修道院への道中にあることから、ルーマニア正教会の巡礼者がよく訪れる。2002年国勢調査によると、この年には24,083人が住んでいた。その内訳は次の通り。ありがとうございます。